岡村さん、矢部さん、はじめまして。ビッグダディこと林下清です。矢部さん、パパになるそうでおめでとうございます。これでビッグダディの仲間入りですね。僕もナインティナインのオールナイトニッポンを読ませていただきました。なんだかお二人の間にはルールを作らないのがルールらしくて、まあルールを作らない流儀を持っている矢部さんですが、まあ僕にも流儀があるんですね。今ビッグダディの流儀っていう本を出させていただいてますが、まあ一つよろしくお願いします。それでは今度ぜひスタジオでお会いしましょう。ビッグダディこと林下清でした。ナインティナインのオールナイトニッポン。どうもこんばんは。こんばんは。ナインティナインです。はい。ビッグダディ出る出るって言ってましたけど、こういう出方ね。うん。なるほどなるほど。もう本も出てだいぶ経ちますけどもね。うん。多分でも。あの感想やと前半しか読んでないですね。そうですね。まあ本もパラパラ、ナインティナインのオールナイトニッポンもパラパラめくっていただいて。わからへんもんね。そうですね。うん、やっぱこう昔のことから。まあでも前半の喋りはまあおそらく台本を読んだだけのような感じのたどたどしい部分ありましたですけども、もう出る出る言うてたけど、どこに出んのかなってちょっと思ってて、ビッグダディがね駆けつけてくれる言ってましたね。そうですね。まあうまいこと宣伝込みで、コメント引っ張り出したということでしょうかね。いや若いな声も。若いね。ビッグダディさすがやね。うん。どうしてあるんでしょうね今は。今どこいてはるんだっけ。青森今ビッグダディ青森にいてはるの。で元奥さんはもうこっち側でねやってはりますからね。そうですよ ね、まあ、ありがたいことですけどコメントいただいて。いや本当ですよ。ありがとうございます。お会いしたことはまだないんですが、うん、一応リトルダディっていうめちゃイケでちょっとコントやらせてもらった時に、うん、そのいろんな T シャツとかグッズ作ったんでそれは送らせていただいたんですけど。そうそうそう、まあ、間接的にね。そうそうそう、お礼のお手紙もいただいて、うん、某週刊誌とか、うん、そういうのではもうなんかえらいねめちゃイケに対して怒ってるみたいな、うん、偽記事が出てましたけどそんなことも全然なく、うん、楽しく見させていただいてますっていうね、はい、ことありましたですけれども。ビッグダディ見習ってね。そうですね。結婚生活子育てねえ、はい、3人は欲しいな。やっぱりな、最低でも3人。まあまあたくさんいた方がね、うん、楽しいでしょうけどもね。男女男ぐらいな。うん、まあまあ男女でもいいけどね、うん、それそこっちで考えていいかなそれは。いやまあまあそっちで考えてもええし、まあ、俺もこっち側の話やから俺かって考えても別にええやない。いや考えてるだけやからこう想像してるだけやから、まあ、3人おんのかっていう想像ぐらい別にしても構わへんやない、まあ、3人は大変やろうけどね。まあまあまあでも年子でね3人ぐらいいた方が楽しいでしょうね。まあ大変やとは思うけど子育て。まあまあそうですよ、うん、まあ今日はなそういう大先輩もね今日はそうですね来てくれてますから。そうそうそう、スペシャルウィークですからね今日は。スペシャル企画、その名もおめでとう矢部パパ、芸能界のビッグダディ大集合で夜も引っ張れ、そしてチーチーにルーナースペシャルということで、はい、矢部がチーチーになるのをお祝いして芸能界のビッグダディたちが駆けつけてくれたということでございます。これだからヒデちゃんなんかベストファーザー賞、うん、これだから僕なんかベストファーザー賞の権利がもう全くないんですよ。なぜならファーザーじゃないから独身、ね、でも今後矢部氏はそのベストファーザー賞になる、ね、可能性も出てきたということですから。ほんまやわ、すごい。まあちょっとねヒデちゃんとちょっと本番前喋ってたんですけど、はい、やっぱりちゃうわ。もうほんま風格がある父として。あ、うん、なんかこう分厚さあるわ、すごいなと思った。なるほどね。そういうのだからもう全部聞いて、うん、勉強やね今日は。勉強勉強、うん、すごいね。もう常連やねんね、もうベストファーザー賞ヒデちゃん、山中のデーヒー
中山秀ちゃん。そうですね、今日は。ますね。はい。さらに KBS 京都のビッグダディこと森脇健児さん。はい。健児森脇さんですね。はい、そして安田大サーカスのビッグダディこと大和田常務。はい。まあ、ね。うん。大和田常務に似てたという、まあ、感謝祭見て、あっと思ったんですけども。ちなみに森脇さんと大和田常務はマラソンでね、今日も。そう。来てくれるということなんですよ。ちょっと小雨がパラついてて。心配ですね。コンディションはどうかちょっとわからないですけども。はい。おそらく、まあ、乾燥してくれはるとは思いますけどね。まあ、何があるかちょっとわかんないですから。マラソンの方はですね、実況生中継でお送りするということなんで、皆さんお楽しみにと。今どの辺にいはるんでしょうね。まだ日本放送にはついてないと。まだついてないですね。ということですからね。はい。そしてビッグダディたちへの質問メールをどんどん送ってください。はい、アドレスは nn@allnightnippon.com、nn@allnightnippon.com までお願いします。はい。そして、今夜限定のプレゼントもご用意いたしました。はい。ビッグダディごと、林下清さんのサイン本。うん。ね。ビッグダディの流儀を1名様に。うん、一冊だけかあんだけ。これ自慢できるよ。一冊やから。一冊。うん。普通10冊ぐらいやと思うけど、1冊なんや。はいはい。宣伝しといて1冊やからね。ほうほうほう。はい。さらにビッグダディ T シャツを2名様に。え、2枚?2 名様にプレゼント。計3名。そうですね。貴重ですよ、だから。欲しいという方は、今夜の番組のどこかで発表されるキーワードをチェックして、エンディングまでにメールでご応募ください。はい。キーワードは、殿様のフェロモンです。これはでも、懐かしいですね、今、この殿様のフェロモンは今フェイクですから、これはキーワードじゃございません。これ引っ掛けになってますから。気をつけてみんな。今のを書いてきたらもらえません。うん。今のは偽キーワードとさせていただきます。そうですね。はい。我々は昔出てた生放送の番組ですからね。そうですよ。ヒデちゃん司会で。まああの時も、まあまあ、もうちょっとね、お力になれたなと思いましたけども、若手で何もできてなかったなって、今更ながら本当に反省しております、本当に。ほんまですよ。ほんまに。というわけでね、ちーちーにルーナースペシャル、最後まで聞くようにお願いいたします。はい。